ここにも柔道着がバッチリ決まった弁慶くん。飼い主さんとの稽古の時間、まずは飼い主さんが礼すると、弁慶くんも礼、ちゃんとできてる。そして飼い主さんが構えると、なんと立ち上がった。さあ勝負。見事な受け身、どんな技もスルリと受け切る。ワンちゃん界の三四郎、その名は弁慶くん。